ではゲストと市長のオープニングトークに移ってまいりたいと思います。その前にこの度特別に京都観光おもてなし大使にご就任いただきました本日のゲスト京本政樹さんの任命式を行います。京本様どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ拍手でお迎えくださいませ。本日はようこそお越しくださいました。名前言っていいですか？ぜひお願いいたします。私が京本政樹でございます。この度観光大使、はい、任命していただいてきまして、はい、ね、光栄でございます。ありがとうございます。はい、京都市はですね、日々活動の中でおもてなしの道を極められまして、京都の観光の質を高めるとともにおもてなしの精神を伝承している方を京都観光おもてなし大使として任命いたしております。京本さんは時代劇の撮影などを通して京都とのご縁が深くていらっしゃいまして、またテレビやメディアを通じて京都の魅力を発信していただいております。今回は昨年放送されましたテレビ番組をきっかけに実現したものでございます。それではこれから任命式を執り行わせていただきます。はい、ではお願いいたします。はい、京本政樹さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。任命書、京都観光おもてなし大使京本政樹殿、貴殿を京都ならではのおもてなしを実践し、かつ京都の魅力を発信していただく京都観光おもてなし大使に任命いたします。京都市長門川です。どうぞよろしくお願いします。続きましてバッジの授与でございます。そしてたくさん配っていただきたい名刺でございます。まず1枚目でございます。ありがとうございます。ね、いいです。いや、ね、こんなものもらえると思わなかったんですけど、お名刺までこれちょっと自慢できますね。僕はもう師匠、はい、僕は大阪出身なんですけど、高槻ってとこなのでほとんど京都寄りなんですよ。だからもう幼い頃から遊びに来るっていうと京都だったの。京都がの本間ものといういいお名前ですよね。京本政樹って皆さん本名なんですよ。はい、これ芸名だって思われがちなんですけど、だから幼い頃から京ってなんかこうなんだろう、親近感があるというかね、うん、なんか関係あるのかななんて思ったこともあるんですよ、京都に。もうなんか光栄でございます。ありがとうございます。はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは一旦お預かりいたしますので、またですね、もう一つ京都から京本様にプレゼントがございまして、ではちょっと早いんですけれども、としままさん、とすみさん、お願いいたします。お二人からプレゼントがございますので、これはバレンタインのプレゼントということでよろしいんでしょうか。少し早いのですけども、バレンタイン出す。はい、どうぞ。そしたらちょっとお二人に協力していただきまして、中を開けていただきましょうか。じゃあちょっと蓋の方を取って差し上げていただけますか。中から巾着が出てまいりまして、はい、開けていただきますと、あ、なるほど、おチョコが、これチョコレートのだから代わりにおチョコ。おチョコ、そうなんですよね、ま、マイチョコ。素晴らしい。京都の方ではね、チョコレートの代わりにマイチョコということをされてるんですよね、はい、市長。それで
でも京都のいいアイデアですね、それ。京焼き、京水焼き、はい、あるいは漆、いろんな伝統産業の方が、うん、心を込めてチョコを作る、うん、これをバレンタインデーに送る、お酒と一緒のパッケージも、はい、これはでも京都ならではの。ありがとうございます。え、秘書が考えられたんですか。いや、まあ、あの若手の方々と一緒になってね、京都の伝統産業いや、いい考えだと思います、ね。はい、京都ではあの乾杯は日本酒でという条例が、はい、全国に先駆けてできまして、はい、あ、そういえば番組であの柳沢慎吾ちゃんと一緒に訪ねた時に、はい、お酒持って行かせていただきましたけど、佐々木さんのお酒でしたね、はい。それでね、あの京本さん、はい、それをいただかれたら、次ホワイトデーに、彼女を呼んで、日本酒で乾杯なんです。素敵ですね。あ、僕が、はい、誰持ちで私持ちで、はい、はい、ありがとうございます。じゃあまた京都行かせていただきます、はい、ぜひ、はい、あのこのあのマイチョコの方なんですけども、先ほど箱の中にあの日本酒の方もセットになっておりまして、今日はあの奥のコーナーで販売もいたしておりますので、ぜひ皆様好きなおチョコをセットにして送っていただければと思います。ちょうど今後ろで持ち上げております、あの円柱の筒にセットにできますので、はいはいね、どうぞご覧ください。どうぞ毎日持ち歩いてくださいませ。バレンタインデーはチョコを送ろう、はい、マイチョコということで、いや、どうぞよろしく。いいじゃないですか、はい、男性でもこういうの持って歩くのも、ね、すごい似合わはりますもんね。こっちです、ね、ちょっと行ってね、あのおチョコを自分で持って行ってお酒飲みっていうのも、うん、なかなかいい考え方だと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとう。としももさんとしつみさんもありがとうございました。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。おきに。では